皆さんこんにちは。ヒューマンギルド長藤薫です。アドラー心理学専門チャンネルヒューマンギルド、今日は職場のアドラー心理学、いいスタートを切りたいなら飛び出さないというタイトルでお送りいたします。もうすぐ4月です。新年度、新学期が始まります。環境がね、大きく変わる方もいらっしゃるんではないでしょうか。私たちは誰しも、知らない世界、新しい世界に入っていくのには、やっぱり不安とか恐怖がつきものです。それは当たり前のことです。特にね、大勢の新しい人たちと接するような時は、その緊張感がもうマックスになるんですね。で、事前に考えすぎて疲れちゃったりもします。で、あとは、初めが肝心っていうばかりにね、なんかこう気合を入れすぎちゃって、いつもの自分とは全然違う、こう明るすぎるキャラとか、いわゆる、陽キャというのを演じちゃったりして、で、後ですごい自己嫌悪に陥ったりするなんていうこともあるかと思います。真面目な方とか、コミュニケーションを苦手に感じている方、特にそういう方はしんどさを感じてしまっているかもしれません。では、どうしたら私たちは新しい、慣れない環境でうまくコミュニケーションを取ったり、友達付き合いを始めたりできるのでしょうか。その時の答えがこちらです。いいスタートを切りたいなら飛び出さない。またしてもね、矛盾したタイトルなんですけれども、どういうことなんでしょうか。それをこれからお話ししていこうかなと思います。私たちが直面する課題、もう何はなくともこれですよね。新しいコミュニティに入るのが不安。もうね、これ何とも思わない鋼のメンタルの方は、ご覧いただかなくても結構です。とは言いません。見てください。というのは、こういう人もいるんだよということを知っておいていただきたいなと思います。不安になってる人は、おっかない人がいるんじゃないかとかね、ジャイアンみたいな人ばっかりだったらどうしようとかね、ボスキャラに目をつけられたらどうしようとかね。意地悪な人がいたらどうしよう。変な人って思われて、こう仲間外れにされたらどうしよう。ぼっちになっちゃったらどうしよう。僕の喋り方、立ち振る舞い、変じゃないかな。あと気が合う人がいなかったらどうしよう。なんていうふうにもういろんなことを考えちゃうんですね。そしてこう、なんていうか、勝手に、こう、猛獣の檻の中に入っていかなくてはならない子猫みたいな気持ちになっちゃったりするわけです。もしくはね、なんかもう丸腰でマッドマックスみたいな世界に入っていくとか、あと白帯なのにこう天下一武道会にね、出場するような気持ちになっちゃったりするわけです。これってもう本当にしんどいですよね。もう恐怖しか感じないわけです。で、私たちがやってしまいがちな対応として、こんなのがあるかなと思います。まず一番もう無理してこう陽キャを演じる。初日、二日目、三日目ぐらいはいいかもしれないんですけれども、無理して、陽キャと言われる、いわゆる明るいキャラクターを演じたりすると、絶対ほころびが出ます。ね、メッキは剥がれます。で、それ勝手に剥がれてくれるんだったらいいんですけれども、本物のね、陽キャにベリベリって剥がされたりしたらもうたまったものではないです。で、そして二つ目、嫌われたくなくって極端に卑下してしまう。ね、私なんかと友達になってくれるのとかね、僕なんて陰キャだしとか、そんな極端に卑下しちゃう方いらっしゃいますよね。でもそんなこと言われてもね、という感じではあります。私なんてって言われて、そうだねってね、言い返せませんもんね。これアドラー心理学的な見方をすると、すごい自分を卑下して、私なんてっていう人って、どういう目的があるかというと、私はこんなダメな人間だから、私にそんなに期待をしないでねって伏線を張っておくとか、もしくは庇護して くださいねっていうような期待をしている。そんな風に、ちょっとね、多少意地悪な見方かもしれませんが、目的論的に見るとそういうメッセージが含まれているということも考えられます。そして、三つ目。舐められたくなくて上から接する。もう最悪です。1とか2よりも立ちが悪いですし、こんなんじゃね、友達なんかできません。できたとしても同じようなね、立ちの悪い人しか寄ってきません。どれもこれも防衛本能みたいなね、ものから来ているんですけれども、いつもの自分を過剰に見せたり、もしくはもう過小にね、貶めたり、もしくは自分のキャラではない、自分の人ではない部分をこう見せたりしているので、無理があるんですよね。で、こんなことをしていたら、やっぱり場を楽しんだり、人と気持ちよくコミュニケーションを取ったりすることはできなくって、余計自分を苦しめてしまうだけではないかなと思います。じゃあ、自分らしいコミュニケーションを取るにはどうすればいいんでしょうか。
まあ、この3つをね、ご提案しようかなと思います。1つ目、観察眼を養う。2つ目、上からでも下からでもなく横から。そして3つ目、直感を大切にするということです。まず1つ目の観察眼を養うなんですけれども、きちんとね、周りを観察すること。そうすればね、おそらくわかります。まあ、そんなにビビるような場ってないです。周りはね、別にね、鬼だらけの鬼ヶ島に行くわけじゃないんですよね。特にね、就職先なんかであれば、あなたはそこに採用されたわけです。ね。別にね、いじめるための餌食を採用したわけじゃないはずです。ね、その場所にいて、で、そこで共に働く仲間になれるっていうふうに採用者が見極めたからこそ、そこにいるわけです。で、まあ、職場ではなく、例えば学校などのコミュニティの場合には、確かにいろんなバックグラウンドの方がいるかもしれませんけど、それを上からとか、下からとか見るんではなくって、横のつながりを作ると考える。まず、こう、自分がどうアクションを取るかじゃなくて、きちんと落ち着いて観察することが大事。そして、このね、2番、ね、今も出ましたけれども、上からでも下からでもなく、横からのつながりを作るということ。そして、3番目、直感を大切にするなんですけれども、なんとなく合わないかもとか、苦手かもって思っているのにもかかわらず、友達作らなきゃっていう気持ちばっかり焦ってしまって、まあ、後から、ああ、違ったなって失敗したなんていうことはあります。この人とうまくやっていけそうかもとか、うん、ちょっと合わなさそうかもっていう直感みたいなものって大事にしてほしいなと思います。もちろんね、最初はあんまり印象良くなかったけど、付き合ってみたら案外いい人だったっていうのはよくあることなんですけれども、最初から無理をしないっていうのは大切なことです。そのためにも冷静に観察することは結構大事です。まあ、つまりどういうことかというと、まあ、焦ってね、こう、わって飛び出したり、誰でもいいからってガシッて飛びついたりしないということです。で、自分らしいコミュニケーションに大切なこと、ちょっとね、この3つを挙げてみました。笑顔、挨拶、堂々とあります。ね、3月13日からマスクの規制が緩まるとはいえ、日本人の私たちがすぐにね、コロナ前の社会に戻るとは思えません。マスクをしていると人の表情は読めない、読みづらいわけです。どんなふうに読めないかというと、まあ、こうなのか、こうなのかというのはマスクしているとわからないですよね。なので、せめてこう笑顔を作るということ、マスクの下でもね、こういう、もう目の表情で語るということはとても大切です。こちらではなく、やっぱりこちらを心がけるということです。目元で語る必要はあります。マスクしている場合は。そして次は挨拶です。ね、してるんだかしてないんだかわからないようなあのものでもなく、まあ威嚇するようなね、声の大きさでもなく、まあにこやかに、挨拶。ね、にこやかに挨拶されて不愉快になるっていう方はいらっしゃいません。そして3つ目が堂々とあります。卑屈になるのでもなく、偉そうになるのでもなく、でも堂々と。だって別にね、悪いことしてるわけじゃないですし、私はここにいるのが自然だし、普通です。みたいな感じでいられればいいわけです。誰かに話しかけられたら、にこやかに笑顔で。何も焦ったり、まあ、飛び出したり飛びついたりする必要はないということです。いかがでしょうか？ね、不安がある方は、まあ、もう一つの手として、私よくお話ししているのは、自分が好きな俳優さんでも女優さんでもアイドルでも誰でもいいんですけれども、その人だったらどういうふうに振る舞うかな。それを頭に思い浮かべて、その振る舞いの真似をしてみるということ。きっとね、そうすると、こういうことが自然とできるのではないでしょうか。ということで、本日は職場のアドラー心理学、ね、いいスタートを切りたいなら飛び出さないというタイトルでお送りいたしました。最後までご覧いただきありがとうございました。もし少しでもためになったなとか、心がけてみようかなって思った方は、ぜひいいねのボタンや、あとチャンネル登録をお願いいたします。また、私、長藤薫の公式メルマガも、こちらの QR コードから飛んだページでサンプル版が読めますし、最初の月は無料です。よろしかったらぜひ覗いてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。